はい、どうもこんばんは、ケリーです。 DJK の ギター弾き語り口が回ってない、DJK のギター弾き語りルームにね来てくれてどうもありがとう、ケリーでございます。今日もですね、9時頃までね、ギターの弾き語りをですね、楽しんでいただけると、嬉しいです。そして、今日はいろいろお話の方もですね、楽しいお話もしていきたいと思うんですけど、ニュースの裏側、都市伝説、怪談とかね、怖い話とかもちょっとねするかもしれませんね。おあたまるさんいらっしゃい、ゾンさんいらっしゃい、ね、いつも来てくれてありがとう。おパピーエさん、パピオさんかいらっしゃい。ショールームの、フォローしとくね、ショールーム。ツイッターもやってるんですか。アナの空って書いてある。アナの空。はい、いらっしゃい。フォローしときません。フォローバー、ぜひお願いいたします。りょうさんいらっしゃいませ。いつも来てくれてありがとう。のもけもけさんいらっしゃい。無音の、無音のもけもけさんいらっしゃいませ。あ、そらちゃんいらっしゃい。かずやさんもいらっしゃい。
四ツ谷ステーションフォースさんでした、アディオスコウジさんいらっしゃいませ、ルリルリさんいらっしゃい、ルリルリさん7月11日インターネットなんて書いてあるの、ルリルリさんツイッターちょっと見ようかな。ルリルリさん息子と娘にメロメロって書いてある。はい、いらっしゃい、さあ今日はですねもう7月ですよ。もう早いね。今年もちょうどもう真ん中折り返し点過ぎましたね。6月ね終わって7月ですよ。後半戦ですよ今年もね。ハーフタイムもう終わった感じですよ、ね、サッカーとかでね。後半戦頑張んなきゃ。マチャブンさんいらっしゃい。みんなもしよかったらあのコメントとかね、カウントアイテム、いろいろね、ねお、ありがとう朝ちゃん、ありがとう。いろいろね、投げててね、よろしく。はい、種どんどん撒いてってみんな、種ありがとうございます。さあもうちょっと集まってからね、じゃあ歌おうかな。ありがとう、みんなも巻いてってね、種ね。さてと、ちょっと何歌うか考えよう。まだ13人しかね、集まってきてくれてないからね。もうちょっと待つか。ちょっとツイッターで拡散すんね。ちょっと待ってね。はい、どうも。ツイッターで拡散した。何人増えたかな。まだ増えない。ニコさんいらっしゃい、パンダさんいらっしゃい、ワサオワサオワンコさんいらっしゃい、ワサオワンコさん、ガッチャいらっしゃい、枝豆さんいらっしゃい。さあ皆様今日何食べましたか。これからですか、晩ご飯。僕はですね今日はなんだっけ、なんかチラシみたいな、チラシ寿司っぽい丼食べました。僕ね結構最近ああいうお寿司とかね、そういった、ちょっと待ってお寿司とかそっち系がね好きなんですよね。魚のね、刺身ね、刺身とか、お刺身のだチラシ寿司みたいな丼とかね、そういうのが好きなんですよね。だからで近所にね、そういうチェーン店で安く食べられるとこあって、そこでよくね、買って食べてますけど、ポイントカード集めてます。ポイントカードで貯まると、なんか、大盛り無料とかなんかあるんだよ、なんかいろいろ特典があるからさ、さあコメントしててね、なんかリクエストとかあったらよろしくお願いしますね。
最近あの夜遊びの、アイドルね、あれちょっと練習してるんですけど、まあ練習でもなんか全然あれなんだよな、なかなか時間がなくてさ。でも、僕はあの阪神ファンなんで、あの野球中継をよく見るんですよ。で結構もうあの仕事とかで見れないときは録画して見るんですけど、そうするともうだいたい1日 3,4 時間ぐらいも、ね、野球を見るのにね時間を割いておりますので、なかなか配信もだから7時からさ9時までの配信だとさ土日ぐらいしかできないんだよね。あとは祭日休みの日とかじゃないと、まあ30分とかさその短い時間だったらもうちょっと毎日できるかもしれないんだけど、まあどうせやるんだったらね2時間ぐらいやりたいよね。2時間ぐらいやらないと100人ぐらいさ集まんないじゃないですか、短い時間だとさ、なんかつまんないよね。だからどうせやるんだったらあのちゃんと7時ぐらいから始めて9時ぐらいまでさしっかりやりたいんですけど、そうなるとやっぱ土日ぐらいなんですよね。もうだいぶ何年も前はあの土曜日なんかさお昼前の11時ぐらいからさ1時っていうような時間帯でもやってて、その時間帯だと逆に外国の人はあれなのかな、お昼だ夜だったりするのかな、なんか外国の方とかも結構たくさん来ていただいたりとかしてね、だ昔よく来てくれた人がさ、だからこの時間夜の時間帯になってから来てくれなかったりとかさするのでね、やっぱ時間帯にもねいろいろいるよね。来るまで、まあ、自分のじゃあ好きな曲を歌ってきますね。はい、青足のマーシーさんでした。夏の、近道、巻き巻き物語さんいらっしゃい。モグさんいらっしゃい。タザミちゃんいらっしゃい。タロパンマンさんいらっしゃい。投資編高田さん、ちょっと読み方が分からないけど、東の初め、ちょっと待って、ドル券あなたの推し教えてって書いてあるのか、ツイッターじゃない、ショールームのプロフィールのとこ見たらドル券、あアイドル研究会ってことか、ドル券ってフォローしときますね、よろしくね、フォローばしてね、高田さん。ジエードさん、ジエードさんいらっしゃい。うさぎさんのなんかこれ何？いちご？なんか抱えてる人いらっしゃい。その横浜芋さん、ピーちゃんミスなんとかって書いてある、いらっしゃい。横浜芋さんでした。さあパンダさんでした。わさおわんこさんでした。だいたいもう名前読んでますかね、最初に来た人ぐらいしかちょっと名前呼べないんだけど、ガッちゃんいらっしゃい。枝豆さんいらっしゃい。だいたい呼ばれてますかね、呼ばれてない人ちょっと手を挙げてください。あげらんないか、手挙げて。今なんか大きな、二等身の人来た、なんか二等身の方来ました。じゅんくんいらっしゃい、じゅんくん。はい。可愛らしいなんか二等身の女の子なんかアバターの人来た。じゃあちょっとあのぼちぼち15分経過したんで、50 minutes past で、プロレスだったらもうそろそろ試合終わるぐらいの。ね、1試合大体15分ぐらい終わる感じですけど、ちょっと歌ってからそろそろ歌わないと、あちょっと待って、俺チューニングしてなかったっけ今日、ちょっと待って、
さあちょっと歌ってきますね、風になるっていう曲知ってますか、風になるからじゃあ歌ってきますね。辻彩乃さんのね曲ですね、準備がさ悪いんで今日すごくなんか急にあの始めるっていうかさ急にさあのやんなきゃってねなったからさちょっと準備ができてない。忘れていた目を閉じて取り戻せ恋の歌、青空に隠れている手を伸ばしてもう一度忘れないですぐそばに僕がいるいつの日も星空を眺めている一人きりの夜明けもたった一つの心悲しみにくれないで君のため息なんて春風に兼ねてやる日の当たる坂道を自転車で駆け上る君となくした思い出乗せてゆくよララララララ口ずさむ唇を染めてゆく君と見つめた幸せ花のように。はい、風になるでした。ガチャポーさんいらっしゃい、しずるさんいらっしゃい、高杉さんいらっしゃい、投げ打ちが多いです、いてもあまり何喋りません、喋って喋って、ちいさんいらっしゃい、ゆかちゃかさんいらっしゃい、かずちゃんいらっしゃい、みんなコメントしてよ、なんか安倍ゆひろ、ん？安倍裕二さん、いらっしゃい、安倍浩二さんかな、はい、ルイさんいらっしゃい、カズちゃんいらっしゃい、どんどん拡散してね、 SNS とかでもよろしくお願いします。コメント、アイテム、カウントよろしくお願いいたします。タネありがとう、タネありがとう。さあ、リクエストもね、何かあればお願いいたしますよ。アニソンだとか、J-POP、なんだろうね、80s、60s、ロックからね、ポップス、歌謡曲ね、何でも歌えますよ。ボカロも歌えるしね。もしよかったらコメントしてってください。まあ、大きなお友達の曲も歌えるし、小さいお友達の曲も歌えます。例えばそうだね、ちょっと景気づけに、じゃあ夢を叶えてドラえもんという曲ね、歌いますかね。ちょっとこれで盛り上げていこう。ちっちゃい、お友達もね聞いてもらわなきゃいけないからね。はい、心のな、心のな、ちょっと今日まだなんかあれだね、調子悪いね、今日ね、もう暑いね、
なんか蒸し暑い。心の中いつもいつも描いてる描いてる夢を乗せた自分だけの世界地図タケコプター空を飛んで時を越えて遠い国でもドアを開けたらほら行きたいよ今すぐどこでもドア大人になったら忘れちゃうのかなそんな時には思い出してみようせーのシャララララ僕の心にいつまでも輝く夢ドラえもんそのポケットで叶えさせてねシャララララ歌を歌おうみんなでさ手をつないでドラえもん世界中に夢をそう溢れさせて行きたいこと行きたい場所見つけたら見つけたら迷わないで靴を履いて出かけようタイムマシン大丈夫さ一人じゃない僕がいるからキラキラ輝く宝物を探そうよ四次元ポケット道に迷っても泣かないでいいよ秘密の道具で助けてあげるよせーのシャラララララ口笛吹いて高らかに歩き出そうドラえもんあの街まで届けばいいねシャララララ僕らの未来目がいっぱい溢れているよドラえもん君がいればみんな笑顔になる大人になってもきっと忘れない大切な思いいつまでもずっとせーのシャラララ僕の心にいつまでも輝く夢ドラえもんそのポケットで叶えさせてねシャラララララ歌を歌おうみんなでさ手をつないでドラえもん世界中に夢をそう溢れさせて夢を叶えてドラえもんでした。お、増えてきた増えてきた。閲覧45名の人いらっしゃい。こじこじPさんいらっしゃい、バナナメンさんいらっしゃい、ノワールさんいらっしゃい、カットさんいらっしゃい、ムサシさんいらっしゃい、キズナさんいらっしゃい、コリスさんいらっしゃい、サクヤさんいらっしゃい、ガチャポーさん、ラオウ、いらっしゃい。さあ、皆さんはエアコンの設定温度何度にしてますか。僕はね24度ぐらいが好きなんですけれども、20、
2度とか3度でちょっと涼し、ちょっとね、涼しすぎるかなっていう感じ。どうだろうね、5度6度だとちょっと暑いかなっていう感じしますね。中には28度ぐらいがいいっていうね、人もいますけれどもね、28度はちょっと暑いだろうってね、いつもね思うんですけどもうでも最近ちょっと温度っていうか湿度が高くてね、ちょっとねもうムシムシして、なんか温度が高くなくても湿度が高いとね、すごくなんかもう暑いよね。だから扇風機の方が涼しかったりねしますよね。ちょっとこう原始的っていうか、あの今でも扇風機って言わないのか、サーキュレーターなんですね、かっこいい名前ついてますけど、空気をね拡散するみたいな、ね、感じで、だからエアコンつけながら、サーキュレーターでね、あの部屋の空気こう拡散してね、均等になるようにねしないと、一部分だけね冷えちゃうってあれですけど、あんまりでも冷やしすぎればね、あのクーラー病みたいになっちゃいますから、まあ、ほどほどにということで、さあ、まあでもね暑いと眠れないからね、夏はね睡眠不足になっちゃいますね。僕は今日は昨日ちょっと寝るの遅くてね、3時ぐらい寝たんですけど、6時ぐらいに1回目覚めてそれでもう1回寝ようと思って寝たら今度11時半だったっていうね、すごい、せっかくのお休みがもう半日寝過ぎてしまったっていう、まあいいんですけどね、今休みぐらいねゆっくりね寝てもいいですよね、普段あんま寝ないから睡眠不足ですよ。そういえば睡眠不足なんて歌がありましたね。歌ってみる。昔僕あの配信聞いてた時、逆にこうリスナーでねいろんな配信聞いた時にギターの弾き語りの女の子がね結構この曲歌ってたんですよね。北海道のね出身の子がね、ショールームじゃないんだけどね、ちょっと違うやつ、今もう何やってんのわかんない、急にもうねやめちゃって、配信の人も急に辞めちゃうからね寂しいよね、急にやるね、はい、今日もいつもの、今日もいつもの、睡眠不足、いつもの学校のいつもの教室、あの子は今日も元気だね、睡眠不足、今日もいつも今日もいつも睡眠不足、頭が痛くなっちゃうよ、いつもの学校のいつもの教室、あの子は今日も元気だね、睡眠不足、今日もいつもの睡眠不足、体がほてってきちゃったよ、たくさんやることあるのに頭がちっとも働かない、あの子が私を悩ませる、私があの子を悩ませる、みんながみんなを悩ませる、みんなは心を痛めてる、空はこんなに青いのに、風はこんなに暖かいのに、太陽はとても明るいのに、どうしてこんなに眠いの、睡眠不足、今日もいつもの睡眠不足、頭が痛くなっちゃうよ、いつもの学校のいつもの教室、あの子は今日も元気だね、あの子が私を悩ませる、私があの子を悩ませる、みんながみんなを悩ませる、みんなが心を痛めてる、ああ空はこんなに赤いのに、
私はこんなに暖かいのに、太陽はとても明るいのに、どうしてこんなに眠いの、睡眠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 不足。はい、こんな歌ありましたね。睡眠不足ね、懐かしい。ある意味でちょっと懐かしい曲なんです、僕にとっては。はい、私音楽のね、携わるような仕事したんで、いろんな音楽知ってるんですけど、まあ、新しい曲を知る手段として昔はラジオとかね、まあ、テレビとかがまあ主体ですけど、今もインターネットですよね。ネットで、まあ、ようつべとかね、いろんなのね、見たり聞いたりできますからね。あとまあ、アップルミュージックとかね、そういうのもありますし、いろんなのがありますけど、でも、今はどっちかっていうと、そのこういう配信とかでね、まあ、カバーしてるやつをね、聞いたりとか、そういうのでね、新しい曲を知ったりとかね、することも結構ありますよね。僕はさっきの曲なんかもう全然、聞いたこともなかったんですけど、配信の女の子が歌ってて、それで、あ、これいいなっつってねこの曲いいなーなんてね、いつもね、そういうのを配信で聞いてるとさ、覚えちゃいますよね、勝手にね、自分はそんなに知らない曲とかでもね、例えばなんだろう、ヨルシカとかね、ああいうのもさ、あんまり聞いたことなかったんだけど、ある配信でそういうのを歌ってくださいって言われて、それでね、歌い出したんですよ、ヨルシカ。さあ、なんかありますかね、リクエスト。あ、そらちゃん、ヨルシカいいね。ヨルシカ歌うじゃん。ヨルシカ。ヨルシカいいですよね。俺もヨルシカはなんか歌詞がすごくいいなと思ったんですよね。哲学的なね、歌詞のやつとかありますよね。前ちょっとなんかヒッチコックね、ヒッチコックって、ね、映画があるよっつって紹介しましたけど、ヨルシカの歌の中にヒッチコックってタイトル曲あるんですよ。ヒッチコックはでも昔の恐怖映画のね、恐怖映画とかを作ってた、なんだっけ、監督さん、なんですよね。久々に歌いますかね、じゃあ。ヨルシカ七国。多分最近歌ってなかったような気がする。ここ何回か歌ってないと思う。じゃあ七国歌いますね。ちょっとこれは最近のね、いろんな情勢あるじゃないですか、政治とか。ちょっと固い話になりますけど、そういうのもちょっとね、なんか風刺的な感じで。雨の匂いに懐かしくなるのはなんでなんでしょうか。夏が近づくと胸が騒ぐのはなんでなんでしょうか。人に笑われたら涙が出るのはなんでなんでしょうか。それでもいつか報われるからと思えばいいんでしょうか。さよならって言葉ね、こんなに胸を塞いで、今もたった数瞬の夕焼けに足が止まっていた。先生、人生相談です、この先どうなら楽ですか。そんなの誰もわかりはしないよなんて言われますか。ほら、苦しさなんて欲しいわけない、何もしないで生きていたい。青空だけが見たいのはわがままですか。
胸が痛んでも嘘がつけるのはなんでなんでしょうか。悪い人ばかりが得をしてるのはなんでなんでしょうか。幸せの文字がお金を含むのはなんでなんでしょうか。一つ線を抜けば辛さになるのはわざとなんでしょうか。青春ってね、札が背中に貼られていて、一国みたいなサスペンスをどこかで期待してた。先生どうでもいいんですよ、生きてるだけで痛いですよ。ニッチェもフロイトのこの穴の埋め方は描かないんだ。ただ夏の匂いに目をつむって、空の高さを指で描こう。思い出だけが見たいのはわがままですか。ドラマチックに人が死ぬストーリーって売れるじゃないですか。花の散り際にすら根がつくのも嫌になりました。先生の夢は何だったんですか。大人になると忘れちゃうものなんですか。先生人生相談です、この先どうなら楽ですか。涙が人を強くするなんて全部奇弁でした。この先どうでもいいわけなくて、現実だけがちらついて、夏が遠くて、これでも本当にいいんですか。このまま生きてもいいんですか。そんなの君にしかわからないよなんて言われますか。ただ夏の匂いに目をつむって、いつまでも風に吹かれたい。青空だけが見たいのはわがままですか。あなただけを知りたいのはわがままですか。ありがとう、ヨルシカでした。さあ皆さんはね、どんな曲が好きですか。もね、もしよかったらこういうアーティストが好きだよっていうのを教えてください。ちょっとまた名前読んでいきますかね。なーくん、よっしゃい、なーくんでいいのかな。 NAAAAKN って書いてある。チャマンいらっしゃい、チマさんいらっしゃい、サントさんいらっしゃい、セナさんいらっしゃい、ノブさんいらっしゃい、タッキーさんいらっしゃい、ともちゃんいらっしゃい、クリンさんいらっしゃい、ミヤゾンさんいらっしゃい、フォローしておきますよ。ミヤゾンさん、ミヤゾンルーム配信者です、よろしく。ミヤゾンちゃんいらっしゃい、マリアさん、ミヤゾンさんでしょ。その隣が、アリチャさんいらっしゃい、ドラゴンボール語りしたいな。ドラゴンボール好きなの。ドラゴンボール飛び出すよ、ドラよく知らない
ちょっと分かんないんだけど。チャラヘッチャラヘノヘノモヘジみたいな。ちょっとすごい。今日もですね、僕のあのツイッターの中からね、ちょっと怖い話っていうかさ、あのどん深闇ニュースをお送りしたいと思います。ここでちょっとね、ちょっと探します。ちょっと待ってね。ですね、僕のツイッターどん深闇ニュースが、ね、よく流れてくるんですけど、もうね、言えないニュースばっかりなんですよね。こうして彼らのパン○○○○は捏造したのです。それは全て 劇場だったっていうね。すごい映像がめっちゃなんか流れて、すごいなんかお芝居ですかね、これなんかね、役者さんがなんかいっぱいいて、パン○○○○は熱動でしたって。本当かなこれ。ちょっと後であのちょっと僕 あのツイッター来て、あのリツイートしとくから、あのちょっとね、本当なのこれ、マジなんかそんなんばっかり流れてくるからさ。ちょっとこれでもちょっと、本当なんつってちょっとあのリツイートしてきました。後で見に来てください。あとあの今あの
フランスが結構ねやばいことになってるみたいですよね。そういえばツールドフランスっていう僕の大好きな自転車レースがフランスで始まったんですけど大丈夫なんでしょうか。結構なんか混乱してるみたいなんですよね。日本では一切報道されないんですけど、なんかそんなんとかね。ちょっと待って、すごいよねこれ。なんかフランス大丈夫なんですかね。ツールドフランス本当に始まったばっかりなのに、これ本当マジの映像ですかね。なんかすごい燃えてるんですけど。ちょっとこれもリツイートした。すごいよこれ。なんか映画の一シーンみたいなことになってますけどね。さあちょっと2つほど僕のツイッターにものすごい、情報をですね、リツイートしましたので、もしよかったら僕のツイッターの方もフォローしてください。あと YouTube チャンネルもやったんでね、 YouTube チャンネルもぜひね、フォローしてください。お願いいたします。いろいろ世界は混乱してますね今ね、なんかカリフォルニア州ロサンゼルスのワーナーブラザーススタジオでもなんか大規模な火災が発生しているっていう、なんかね世界各地でいろんなことが起きておりますね。大丈夫なんでしょうか。パリはやばいですね。ツールドフランスの中継でもねなんか言うかもしれませんね。はい、そしたら何人だいぶ増えた？だいぶ増えてきた。はい、ヒデジーさんいらっしゃい、ドイッキさんいらっしゃい、山梨県甲府さんいらっしゃい、はい、どんどんツイッターとかね、SNS とかで拡散お願いいたしますね。ケリーのギター弾き語り、あんまり今日弾き語ってないけどなんかお話ばっかり。じゃあ水の町ね、もうパンなんとかなんとかなんとかもね終わりましたしね、ひとまずね、また次のパンなんとかなんとかなんとか来ちゃうとねあれですけど、来ないことを祈りたいですけれどもね、普通の生活がやっとね戻ってきました。なんか楽しいこと何もない、や退屈で死んじゃいそう、そしたら明日デートにでも行こうか、春が来るからさ、そこのバス停で待ち合わせて、翡翠の町へ行こう、眠りについて気づいたらキラキラ宙を浮かんでいた、天国へ落ちてゆく垂直落下、スカートひらりとまさかさま、止まらない止まれない、この衝動を止める愛があったら、
愛が終わればいいのに、隕石が降ってきて全部全部燃やしちゃえばいいのに、こっちに来てて手招きしている、安全だよこの中に隠れて、誰もいない焼け野原を二人でスイスイスイミング、天国へ落ちてゆく垂直落下、スカートひらりとまさかさま、止まらない止まれない、この衝動を止める愛があったら、パラソルを振ってるラリララ、大人にはなりたくない、一つもいいことがない、僕たちはこの街できっともう一度やり直すことが許されてる、欲しくて優しくて普通の暮らし、幸せが溢れてる。はい、翡翠の街という曲でした。ちょっとまた名前読んでいきますね。ムアヤノさんいらっしゃい、フォローしておきますね。フォロバーお願いします。ショールームのフォロー、フォロバー、フォローバック、そして YouTube のチャンネル登録、あと Twitter のフォローお願いします。マチャさんいらっしゃい、マチャとマーク、伊藤里奈さんいらっしゃい、はじまるにゃーさんいらっしゃい、よし0001さんいらっしゃい、むーちゃんいらっしゃい、ひでじーさんいらっしゃい、はんやんさんいらっしゃい、はんやんさん Nice to meet you、 はんやんさんいらっしゃい、ありがとう。外国の方やね。ケリーのねギター弾き語りもね、もうすごくね、国際色豊かになりましたね。さ あ, あ、何かコメントとかね、何かありますかね。どんどんあの種とかね、アイテムとか投げてね、カウントとかもしてね、盛り上げていってくださいね。さあ今何人や、閲覧、今ちょっと何人ですか、閲覧今何人、69人69、はい、69でございます。タネありがとう。なんかリクエストあったらお願いします。さあ何かありますかね。なければもういつも歌ってる曲歌いますね。夜遊びのアイドルね、今練習してるんですけど、アイドルまだちょっと歌えないんですよね、だからちょっと前の曲ですが、夜にかける、夜にかけるって歌いますね。沈むよ溶けて、これもだいぶ前から歌ってるね、本当に何回歌ってるんやろってぐらい結構歌ってる。この曲頻度が高くなってきてすごい。沈むように溶けてゆくように、二人だけの空が広がる夜に、
よならだけだった。その一言で全てがわかった。日が沈み出した空と君の姿、フェンス越しに重なってた。初めて会った日から僕の心の全てを奪った。どこか淡い空気をまとう君は寂しい目をしてたんだ。いつだってチクタクとなる世界で何度だってさ、揺れる心ない言葉、うるさい声に涙が溢れそう。でもありきたりな喜び、きっと二人なら見つけられる。探し日々に笑えない君に、思いつく限り眩しい明日を、明けない夜に落ちてく前に僕の手を掴んでほら。忘れてしまいたくて閉じた日々も、抱きしめたぬくもりで溶かすから。怖くないよ、いつか日が昇るまで二人でいよう。はい、夜にかけるでした。アソラちゃん、何それ。ピザ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 ありがとう。膝じゃ、最後膝じゃないんだ、膝そう、ピザ、はい、ありがとう。さあ、何かありますか、リクエスト。何かありますかね。何でもいいですよ。何かありますか。種集めてくるの、了解。そんなにいらない、別に大丈夫。種そんなにいらない。はい、ありがとうございます。さあ、他の方もコメントもしよかったらお願いします。リクエスト何でもいいですよ。あのポップスでも何でも、本当に演歌でも、ね、ラテン、ラテンはちょっと分かんないけど、なんか歌えるかどうか分かんないけど、なんかそういう、もう自由にね、ちょっと言ってみて、自由に何でもいいから、ちょっと自由に言ってみて、できなかったらできないって言うから、できなかったらごめんなさい。はい、できなかったらごめんなさい。アニソン歌おうか。何がいいかな。じゃあ、エヴァンゲリオン、エヴァ、残酷な、残酷な天使のテーゼ。もうこれカラオケとかでもみんな一番盛り上がる曲やね。あのカラオケとか行った時、何歌うみたいな。じゃあ俺エヴァと思って。一番盛り上がるやつ、歌いますね。しくぞ、ちょっと待ってよ。残
酷な天使のように少年よ神話になれ。青い風が今胸のドアを叩いても、私だけをただ見つめて微笑んでるあなた、そっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない、いたいけない瞳だけど、いつか気づくでしょう、その中にははるか未来目指すための羽があること、残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つ、ほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く残酷な天使のテーゼという曲でした。種ありがとう。お、もう集めてきた種、すごい早いね。ありがとうございます。さあだいぶ一般できたぞ。92名の人いらっしゃい。ちょっと名前呼んでいこうかな。だいぶ下の方にね、もういっぱいになってきた。
ショールームの部屋がもう狭く感じるなんて言って。足高さん、足高バーサスヤックルさん、いらっしゃいます。下の方だとクリックできない。なんかコージー D さんでした。コロッケさんいらっしゃい。都と出張中危機戦の人いらっしゃい。フォローしときます、お願いします。フォローバーお願いします。 YouTube チャンネル登録もお願いします。ともくんいらっしゃい。みんなチャンネル登録してくれてる？ YouTube も頼むよ。本当に全然増えてないんだけどチャンネル登録どんどんしてね。あ、ちょっとあれだ、映像にしなかった、ごめん、忘れとったわ。映像にしていいですか？映像見たい？ね、映像見たい人いますか？ね、映像はね、いいよね、楽しいよね。静止画よりね、映像の方がね、いいよね。ありがとう、タネ、ありがとうございます。今日はですね、紺色の T シャツを着ております。暑いので下は短パンです。ちゃんと履いてますよ。履いてなく見えるかもしれませんが履いてます安心してください、履いてます。はい、じゃあちょっとちゃんといいかな、映像。はい、あ、間違えた、逆だ。どうもケリーです。あれ、ちょっと待って、画面に合わせる、はい、画面に合わせる、はい、映像になりました。ここからはケリーのですね、イケメン、最近チョコザップで鍛えてるですね、この筋肉質の腕を見ながらね、楽しんでください。筋肉プンプン、はい、さあもう8時回りましたよ。8時回りました。今日も後半戦ですよ。最近ちょっと歌ってなかったかな、ドナーソングっていうモジャさんのね曲ね、歌いたいと思います。結構好きな曲なんですけれども、なかなかあれですね、これもドナーソングね。ドナー登録してますか皆さん。思考のいずれでも移植のために臓器を提供します。そして二つ目、私が心臓が停止した思考にいい限り移植のために臓器を提供します。
私は臓器を提供しません。1か2を選んだ方、3以外選んだ方、心臓も肝臓も腎臓も膵臓も誰かのためになるならば、どっちでもいい、どっちでもいい、君がいなくなった世界に、どっちでもいい、どっちでもいい、何も価値などない。ああ、誰かの中で生きるなら、君のかけらが残るなら、きっと素晴らしいことでしょう。まあせいぜい素敵な夢でしょう。ただもしも願いが叶うなら、もしも時間が戻るなら、あの日の君の出来事を僕に変わらせてくれよ。神様のいたずらなら、もしも怒っているのなら、細胞も肺も小腸も眼球も誰かのためになるならば、どっちでもいい、どっちでもいい、ただ君と生きていたかった。どっちでもいい、どっちでもいい、何も価値などない。心臓も肝臓も腎臓も膵臓も細胞も肺も小腸も眼球、誰かのためになるならば、誰かのためになるならば、どっちでもいい、どっちでもいい、君がいなくなった世界。はい、トナーソングでした。Well, what have you two planned for the weekend? Well, nothing.
あいみょんの曲歌います。今日はあいみょんの曲は裸の心っていうような曲を、ね、歌いたいと思いますよ。優しくなれたよ少しね、強くもなれたみたい。どんな未来も受け止めてきたの今まで、たくさん夜を越えた、そして今もこの恋の行く先なんてわからない、わからない。ただ思いを今私伝えに行くから、裸の心を受け止めて。裸の心でした。閲覧115名の人いらっしゃい。お、だいぶ増えたね。もう下の方が、下の方の方がもう読めなくなってきて、ね、スクロールできない、あけみさんいらっしゃい、タムさんいらっしゃい、カータいらっしゃい、たくさんいらっしゃい。どんどんね、あの SNS とかね、SNS ね、拡散してくださいね。スバネンさんいらっしゃい、ハンベイさんいらっしゃい、ホイップさんいらっしゃい、ゆめさんいらっしゃい、モンハンの神さんいらっしゃい。お、フォローしておきますね。フォローバーお願いします。YouTube チャンネル登録もね、ぜひお願いします。さあ、みんな種とかね、コメントとかね、カウントとかしてってね、自由にね、お願いしますね。ダーさんいらっしゃい。めっちゃ赤何個書いてあるかな。カツ丼 DX さんいらっしゃい。カツ丼好きなの。TS トッツァンさんいらっしゃい。リンリンママさんいらっしゃい。娘と一緒に頑張ってる人を応援しています。あ、頑張ってるよ、応援してね。リンリンママさん、よろしくお願いします。タデイさん、タディさんいらっしゃい、モンチーさんいらっしゃい、さあ、もうだいたいロマネさんいらっしゃい、だいたい読んだかな、名前。カンイチさんいらっしゃい。はい、どんどん増えるね。110、もう100人超えた、
116人今ちょっと見えないんで、ちょっとさ目が悪くなって、ちょっと眼鏡変えなきゃダメかなって思ってるんですけど、眼鏡もねちょっとあのなんか近くが見えづらくなってきてあいみょんちょっと重いヘビーな歌といい、ね、ヘビー、ちょっと生きていたんだよ、ね、これちょっとたまに歌っとかないと忘れちゃうちょっとでもこれ笑って歌うような曲じゃないんだけどね、ちょっとねこれね今のご時世知ってますか、あの本当に若者のねシーンのね1位がね、これだっていう、2日前この辺で飛び降り自殺した人のニュースがニュースで流れてきた。血まみれセーラー濡れ切り先行、たちまちここらはネットの餌食、危ないですから離れてくださいと、そのセリフが集合の合図のようだ。バカ騒いした奴らがアホみたいに取りまくってた。冷たいアスファルトの流れるあの地の何とも言えない赤さがとても綺麗です、とても綺麗。最後に流した涙、生きた証しの赤い血は何も知らない男たちに2秒で拭き取られてしまう。立ち入り禁止の黄色いってドラマみたい、ドラマでしか見たことがない、そんな言葉が飛び交う中で今彼女は一体何を思っているんだろう。遠くで遠くで泣きたくなったんだ、泣きたくなったんだ、長いはずの一日がもう遅れる。生きて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 いたんだよな。最後の何かが始まるとき消えたくなっちゃうのかな。今ある命を精一杯生きなさいなんて綺麗事だな。精一杯命を振り絞って彼女は空を飛んだ。鳥になって雲を掴んで、風になって遥か遠くへ希望を抱いて飛んだ。生きて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 いたんだよな。新しい何かが始まるとき消えたくなっちゃうのかな。生きて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 いたんだよな。最後のさよならは他の誰でもなく海に叫んだんだろう。さよならさよなら。人のね原因のね、多くがねあれっていうことでね、本当にどんな世の中になってきてるんでしょうかっていう、ね、感じがしますけれどもね、ちょっと、
暗闇ニュースっていうかさ、ね、世の中がだからちょっと生きづらくなってるっていうかさ、どうなんでしょうかね。2022年ね、自分で、まあそういうさっきのね歌じゃないですけど、自分でね、まあ亡くなるっていう、そういう方がですね、2万1881人もいたっていうね、男性は13年ぶりに増加ということで、まあ、中高校生がですね最多で514人っていうね、すごいですね。まあいろいろね、まああの、流行り病のね3年間ね、いろいろね怖いこともありました。人と人とのコミュニケーションもですね、まあ阻害されたりとかね、いろんなことがありました。ストレスを抱えながらね、生きてきましたこの3年間でございますけれどもね。まあ2022年本当にね、自殺された方がですね、前年比の 4.2% も増えてるということなんですよね。これは本当問題ですよね。小中高生の自殺がですね、統計開始以来初めて500人を超えたということでね、悲しいですよね。まあ、2023年に入って、少しまあ、ね、あの流行り病の方もですね、まあもうまあ、今はほとんどまあ収束しているような感じですけれども、まあ日常生活を、ねまあ、取り戻して、まあ、これから、ねまた新たな、明るい、ね、世の中になっていけばいいかなと思うんですけれども、やっぱり特にこう若い人はね、外に出られないとか、なんかいろいろね、やっぱり束縛、いろいろね、あの制約にありましたよね。やっとここに来て、なんかスポーツとかもさ、もうね、あのパンパースね、お口のパンパースをねしなくてもね、なんか応援していいとかさ、本当にねあれがもう鬱陶しいっていうか、ああいうのでね嫌になっちゃうってね、人もねいたかもしれませんよね、本当。さあこれからは本当に明るい、ね、世の中に、ね、なっていけばいいんだけど。さあ、じゃあちょっと明るい歌歌いますね。全然前世、はい、またあの、新海誠アニメだね、これはもうあの皆さん知ってるでしょ、外国の人も多分知ってるんじゃないですか。君の名は、君の名はっていうね、すごい大ヒットした映画ありますけど、ラッドウィンプスですね。やっと目を覚ましたかい、それなのになぜ目を合わせはしないんだい、遅いよと怒る君、これでもやれるだけ飛ばしてきたんだよ、心が体を追い越してきたんだよ、君の髪や瞳だけで胸が痛いよ、同じ時を吸い込んで話したくないよ、遥か昔から知るその声に生まれて初めて何を言えばいい、君の全然前世から僕は君を探し始めたよ、その不器用な笑い方をめがけてやってきたんだよ、君が全然全部なくなってチリチリになったってもう迷わない、また一から探し始めるさ、むしろゼロからまた宇宙を始めてみようか、話すかな、君が眠っていた間のストーリー、何億何光年分の物語を語りに来たんだよ、けどいざその姿この目に映すと、君も知らぬ君とじゃ戯れた戯れたいよ、
君の綺麗な痛みまで愛してみたいよ。銀河何個分かの果てに出会えた、その手を壊さずどうにいったらいい。君の前前前世から僕は君を探し始めたよ。その輝かしい声と涙目がけてやってきたんだよ。そんな革命前夜の僕らが誰を止めると言うんだろう。もう迷わない、君のハートに旗を立てるよ。君が僕から泣く肩を奪い取ったの。君の前前前世から僕は君を探し始めたよ。その不器用な笑い方をめがけてやってきたんだよ。君が全然全部なくなって無理になったって、もう迷わない、また一から探し始めるさ。何光年でもこの歌口ずさみながら、ちょっと扇風機回した。ごめんごめん。暑い。あ、そらちゃんありがとう。なんかね、暑いね。クーラーもうちょっと温度下げたかったな。クーラーのリモコンが近くにないから下げらんない。全然前世って曲でした。ね、新海誠アニメ好きでしょ皆さん。最近新海誠監督の娘さんもなんかねテレビ出てますよね、よくわかりませんが、8時36分か、もうそろそろだな。佳境に入ってきましたね、ケリーのギター弾き語りもね。この BGM ね、これは大森、音楽工房さんのね、BGM ですけどね、お借りしております、ありがとうございます。トーマス大森音楽工房さんのね、楽曲をお借りしております。めっちゃかっこいいな。じゃあ新海誠アニメの曲もう一曲ね、新海アニメ山崎正義さん、山崎正義さんのね、曲も使われてるんですよ。これはいつのあれかな、ワンモアタイムワンモアチャンスという曲歌いますね、秒速5センチメートルってね、アニメの中で使われてる曲なんですけれども、知ってるかなこの曲、有名だから知ってるねきっとね。山崎正義さんの超有名な、本当に一番有名じゃないかってね言われてる曲ですけれどもね、ワンモアタイムワンモアチャンス、あれ出てこない
どこに行った、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 こう曲が多すぎて探すのが大変。心は許されるの、どれほどの痛みならば、もう一度君に会えるわ。 More time。 季節よ移ろわないでわ。 More time。 ふざけ合った時間よ、食い違う時はいつも僕が先に折れたね。わがままな性格がなおさら愛しくさせたわ。 More chance。 記憶に足を取られてわ。 More chance。 次の場所を選べない、いつでも探しているよ。どっかに君の姿を、向かいのホーム、路地裏の窓、こんなとこにいるはずもないのに。願いがもしも叶うなら、今すぐ君のもとへ。できないことはもう何もない、すべてかけて抱きしめて見せるよ。だけなら誰でもいいはずなのに、星が落ちそうな夜だから自分を偽れないわ。 More time。 季節よ移ろわないでわ。 More time。 ふざけ合った時間よ、でも探しているよ。どっかに君の姿を、交差点でも夢の中でも、こんなとこにいるはずもないのに。奇跡がもしも起こるなら、今すぐ君に見せたい新しい朝。これからの僕、言えなかった好きという言葉も、夏の思い出が回る。不意に消えた鼓動、いつでも探しているよ。どっかに君の姿を、明け方の街、桜木町で、こんなとこに来るはずもないのに。願いがもしも叶うなら、今すぐ君のもとへ。できないことはもう何もない、すべてかけて抱きしめてみせるよ。いつでも探しているよ。どっかに君のかけらを、旅先の店、新聞の隅、こんなとこにあるはずもないのに。奇跡がもしも起こるなら、今すぐ君に見せたい新しい朝。これからも濃く、言えなかった好きという言葉も、いつでも探してしまう。どっかに君の笑顔、急行待ちの踏切あたり、こんなとこにいるはずもないのに。命が繰り返すならば、何度も君のもとへ。欲しいものなどもう何もない、他君の他に大切なものなど。
ワンモアタイム、ワンモアチャンスでした。127人の人ありがとう。127人、ね、だいぶ増えたね。土曜日の、ね、夜ですからね。さあ、じゃあ今日はもう新海誠アニメの主題歌特集っていう感じにしますかね。レインっていう曲ね、もう梅雨ですからね今ね、本当に鬱陶しいんだけど、あのレイン、レインっていう曲、いろんな曲ありますけれどもね、今日は、畑基博さんの、ね、曲歌いますかね。畑基博さんの、曲で、レインっていう曲がありまして、畑さんはねギター弾き語りでね、すごいいいですよね、これはあの琴の葉の庭っていう、これも新海誠アニメの主題歌なんですけれどもね、これエンディングで流れるのかな、じゃあ歌いますね、言葉にできず凍えたままで人前では優しく生きていた、しわ寄せでこんな風に雑に雨の夜に君を抱きしめてた、道路脇のビラと壊れた除夜と街角ではそう誰もが急いでた、じゃない、悪いのは自分の激しさを隠せない僕の方さ、 Lady 君は目に煙る空いた駅を少し走った、土砂降りでも構わないと、ずぶ濡れでも構わないと、しぶき上げる君が消えてく、oh, oh, 路地裏では朝が早いから、今のうちに君を捕まえ、行かないで行かないで、そう言うよ、ファンコーラスの、はい、長いんですねこの曲ね、レインっていうね曲でした、畑基博さん、畑さんの曲、じゃあもう一曲歌おうかな、ひまわりの約束、ひまわりの約束、ドラえもんのね、劇場版のね、ドラえもんの、映画の曲のね、映画の曲じゃない、映画の主題歌でした、ん、ちょっと待って、ちょっとこれ難しいね、わからなくなるよ。
ガラクタだったはずの今日は、今日がちょっとごめんごめんごめん、ちょっともう一回して、いたいよ君のためにできることが僕にあるかな、いつも君にずっと君に笑っていて欲しくて、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部、これからは僕も届けてゆきたい、ここにある幸せに気づいたから、それぞれ歩いてゆく、その先でまた出会えると信じて、ちぐはぐだったはずの歩幅、一つのように今重なる、そばにいること、何気ないこの瞬間に忘れはしないよ、旅立ちの日手を振るとき笑顔でいられるように、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部返したいけれど、君のことだからもう十分だよってきっと言うかな、そばにいたいよ君のためにできることが僕にあるかな、いつも君にずっと君に笑っていて欲しくて、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部、これからは僕も届けてゆきたい、本当の幸せの意味見つけたから、そうでした。
もう一曲、畑さんの曲歌います。うろこ、これもちょっと久々に歌いますからね。ケリーさんの、ケリー流のうろこです、はい、ちょっとオリジナルと違うかもしれませんけど、楽しんでください。つきますね。少し伸びた前髪をかき上げたその先に見えた緑がかった君の目に映り込んだ僕は魚。いろんな言い訳で着飾って仕方ないと笑っていた。傷つくよりはまだその方がいいように思えて、夏のかちょっと待って、夏の風が君をどこか遠くへと奪ってゆく。言い出せずにいた思いをね届けなくちゃ、君を失いたくないんだ。おー、君に今会いたいんだ。会いに行くよ、たとえどんな痛みがほら押し寄せても。おー、うろこのように身にまとったものを捨てて泳いで行け、君のもとへ、君のもとへ、それでいいはずなんだ。季節が変わり目は曖昧で、傷ついたら過ぎ去ってしまうよ。まだ何も一つ君に伝えきれてないのに、夏の風が君を呼ぶ。泣いた声消されるように溢れそうなこの思いを、もうちぎれそうなくらい叫んでみるんだ。おー、君に今伝えたくて歌ってるよ。たとえどんな明日がほら待ってても、おー、うろこのように身にまとったものを捨てて仰いで行け、君のもとへ、君のもとへ、それでいいはずなんだ。おー、うろこのように、ちょっと、おー、君に今会いたいんだ。会いに行くよ、たとえどんな痛みがほら押し寄せても。おー、うろこのように身にまとったものは捨てて泳いで行け、君のもとへ、君のもとへ、それでいいはずなんだ。はい、うろこでした。難しいねこれね。
はい、閲覧何人だったかな、139名の人ね、いらっしゃいませ。閲覧139になってちょっとなかなかね増えてきましたね。もうでも終わりです。時間でございますよ、残念ながら。残念でございますけれどもね、もう141人だとどんどん増える。ちょっと最後9時までしかさ歌えないんだけど、まあちょっとギターの弾き語りはこれで終わりだけど、都市伝説系のちょっとお話をしましょうかね。都市伝説のちょっとね、さあお話のコーナーですよこれから。ちょっとねそして終わりたいと思います最後ね、ちょっとお話をしてから、終わろうかなと思うんですけどね。何にしようかな。お話タイム、プリン食べながらお話タイム。いつもの、牧田さんのイラストでね、ちょっとこうラジオっぽく喋りたいと思います。ラジオっぽく喋るみたいな、なんかね、そういう風に書いてたと思うんですけど、さあギターもちょっと下ろしてと暑いな、でも今日本当に9時でギター弾き語り、ちょっとね、ちょっと待ってね、涼む。
いろんな怖い話がありますけれどもね、アーティストの人もなんか怖い思いとかしてるらしくて、ユーミン、松任谷由実さんね、僕もよく、カバーさせていただいておりますが、ユーミンのね28チャンネルっていうブログがあります、はい、この松任谷由実さんのオフィシャルサイトに、ね、書いてあったんですけれども、これだいぶ昔のあれだけど、本当にあった怖い話マジでっていうタイトル、2007年8月24日に、ね、更新されてるんですけど、ちょっとこれをご紹介しましょうかね、ユーミンね、これから話すことは全て実話の体験です、ちょっと BGM 変えた方がいいのかなこのちょっとおしゃれな BGM とか合わない、ちょっとあんま怖くないねこれ、この BGM ね、うん、まあいいや、これから話す話は全て実話の体験です。日曜日の深夜3時過ぎ、布団で爆睡中、何やら物音でハッと目が覚める。ガチャ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 と玄関で聞こえる。なんと誰かがドアを開けようとしてるんです。なんだよこんな夜中にと思い、玄関に、誰ですかと言っても返事しないんですね。おい誰だと大声を出しても返事がない。実は私の家は小窓がなく外が見えない。それでしばらくしたら静かになったのね。帰ったのかなと思ったら、またドアノブがガチャ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 。マジかよ、壊して壊して開けようとしてるぜ。生まれて初めてこんな恐怖が始まった。こらやばいやつだ、丸々異常者か丸々中毒者なんて思うのも当然である。人間ってこういう時の心理って極限まで行く。部屋の中にバットか木刀はないかと脳裏をかすむ。マジな話、車椅子を構えたのでは今でも覚えてる。マジな話、座椅子を構えたガチャ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 と10分ぐらいですかね続く。ドアノブの音ガチャ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 ですね。10分ぐらいドアノブの開ける音がね続いてそうなんですけど、本当は何だったのか定かではないが、もうダメだ、私が取った行動とは、生まれて初めて110番をダイヤル、ね、警察をね呼ぼうとしたんですね。その間またガチャ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 。この時よく冷静に電話口で喋れたと思う。すいません、今私の玄関を開けようとしているやつがいます。住所は、お名前は、冷静に答えたつもりだが声が震えていた記憶だ声が震えるよね。それはね、電話を切る。くちゃ、驚いたことに約3分ぐらいで外で喋り声がするんだ。もう安心だ。ドアを開けた。警察官が7人いた。その警察官の中にはヨボヨボのおじいちゃんがいる。う、見たことある、以前うちの前に住んでいた人で引っ越した人だ。結論から言おう、前にうちの前に住んでいた人がちょっとボケてしまったおじいちゃんだった。おじいちゃんに、なんで俺ん家に来たと言ってもわけのわからないことを言う。おじいちゃんに、なんで俺ん家に来たって言ってもわけのわからないことを言う。怒るに怒れない自分だった。警察の方がおっしゃった。地方省のお年寄りは
夜中に徘徊するんですと。家族が鍵をかけ忘れたのが原因だった。マジであの時は殺されるんじゃねえかと思った。正直今でもガチャ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 と音が胸の中に残っている。まだ恐怖心がある。ユーミンの名古屋最終公演から帰った夜の出来事でした。が怖くないですか。めちゃくちゃ疲れて帰郷して爆睡中だったのに。さて名古屋についてもちょっと触れ、名古屋についてもちょっと触れましょうね。なんかそうやってまあコンサートね、お話とかになってますけどね。怖いですね。なんかユーミンのねブログね、松任谷由実さん、こんなねお話が書いてありますけどね、ユーミンのブログ。夜中にドアノブガチャガチャされたらそれは怖いよね。昨日だから俺のツイッターのタイムラインに、昨日かな今日の朝かな、なんかすごいガチャ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 やって、なんか斧をなんか持ってガチャガチャする、義理の父だったかな、義理のお父さんみたいなツイートが回ってきて、すごい映像でも、なんかあれだってね、警察の人ってなんかそう事件にならないとそういうの操作してくれないっていうかさ、ね、ガードマンじゃないからさ、なんかそういう怖い人来ても、まあどうだろう、不法侵入みたいなのだったらね捕められるのかもしれないですけどね、どこまでだったらあれなんですかね、なんか事件が起きた後じゃないとなんか動かないっていうかね、そういうねことありますよね。これも怖い、ユーミンもこれ怖かったでしょうね、本当にガチャガチャ。俺もなんか夜中に、男だけどさ、夜中にガチャガチャ心霊かとかさ思うよね逆にまさかそんな夜中にね誰かね来るとかないもんね、心霊現象かなとか思うよね。はい、167人の人ありがとう。怖い話みんな好きなんですかねなんか増えてない、さっき弾き語りの時よりなんかグッと増えてない人がさっき139人ぐらいだったのがいきなりもう30人ぐらい増えてない。みんな怖い話好きなの。よし、夏は怖い話中心にやっていこうかな。弾き語りもあれだけど、ね、こうアーティストの人の怖い話なかなかね面白いですよね。Thank you.
ちょっと今度はあの都市伝説系のね話をしたいと思いますよ。音楽の都市伝説、童謡雨降りの会っていうね、これはなんだろう、なんか耳マンとかっていうサイトに載ってる、なんかコラムちょっと紹介したいと思います。音楽の都市伝説、雨降りの会、ね、童謡雨降りは怖い、そこで紹介されてた、ね、お話ですけれども、雨降りという童謡をご存知だろうか。雨雨降れ降れ母さんがってね、あの歌詞、ね、始まる、ね、有名な曲ですけれども、皆さんも小さい頃にね一度は口ずさんだことがあるんではないでしょうか。実はこのね童話にはねすごい怖い噂があるんです、まあ、あまり知られてませんが、この雨降りという歌には1番から5番までの歌がね、歌詞が存在すると言われております、まあ、1番と2番はね普通に歌っても問題ないんですね、うん、しかし、雨の日に、3番以降口に出して歌うと怪奇が起きると言われています。怖いですね。3番以降歌って1、2番まではいいらしいです。3番以降歌うと怪奇現象が起きる、ね、どんなのが起きるんでしょう。これはあの東京のある中学校に通っていた K さんが実際に体験した話なんですけれども、ちょっと梅雨の時期、まあ今ですよね、梅雨の時期っていうとね、今の頃の時期ですね、うん、それも、結構雨が降っていた日なんですけど、 K さん、K さんの学年は、K さんの学年は1階に教室が設けられています。3次元目の授業、国語の、ね、時間だったっていうことなんですけど、連日の雨でね、うつうつとしていたのか、担任の先生が突然授業をやめて怪談を話し始めたのだ。みんな知ってる？童謡の雨降りには怖い話があるんだ。そう言って先生は雨降りを歌い始めました。突然の出来事に困惑する K さんたち。そして3番の歌詞に差し掛かった時、 K さんの隣の窓際の席に座っていた O さんがキャーと小さな叫び声を上げた。どうしたの？ K さんが王さんの様子を伺うと、外から視線を感じる。その場に目をやると、植え込みに丸いものが転がっていた。ガクガク震える王さんの異変に気づいたクラスメイト全員が窓を覗き込むと、それは少女の生首だ。なんでここで噛んだ。怪奇現象、少女の生首。するといきなりその生首がくるりと向き合う。くるりと向きを変えてクラスメイトに向かってにっこりと笑ったという。3番目の歌詞が当時、この話は学校中で話題となり、雨降りを歌った教師は厳重注意、そして雨降りを歌うことが禁止されたという。だがなぜこのような現象が起こったのか。それは3番以降の歌詞に謎が隠されている。まず歌詞をご覧いただきたい。3番の歌詞、あらあらあの子はずぶ濡れた、柳の寝方で泣いている、ピッチピッチチャップチャップランランラン。4番、母さん僕のを貸しましょか、君君この傘さしたまえ、ピッチピッチチャップチャップランランラン。5番、僕ならいいんだ母さんの、大きな蛇の目に入ってく、ピッチピッチチャップチャップランラン。
ランそもそもこの歌は病弱の母親に日に日に衰弱していき自分の子供、まあ、少女ですかね傘を、差してあげられなくなる、まあ、亡くなるっていうね、まあ、意味が込められているとね言われてるんですね。これはまことしやかに語られている話ですけれども、お母さんを失ったこのね少女が雨が降ると傘を持たずに外に出るようになった。雨の日に外に出ればまた母親が傘差しに自分に会いに来てくれる、まあ、そう思ったからでしょうかね。しかし当然ながら母に会えるはずもありません。また少女に追い打ちをかけるように周囲には母親に傘を差してもらい手を引かれる、まあ、同年代の子供たちの、ね、目が、目に映るわけですね、うん、それからある豪雨の日ずぶ濡れになっていた少女に僕のお母さんの傘いる？と声をかけられた、まあ、同じ ぐらいの、ね、少年子供がいたんですけれども、だがまあ少女は、うん、手をつないでも、うん、少女は手をつないでもらっているその子供に対し嫉妬の念を抱き何も言わずに走り去ってしまったんですね。一目散に走った少女は不幸にも足を滑らせて川に落ちて死んでしまったという、まあ、こんなねまた悲しい、サイドストーリーといいますか、ね、まあ、話もあるという、どこまで、まあね、本当の話なんでしょうか分かりませんが、これらの話を踏まえると3番の歌詞に登場する柳の下でずぶ濡れの子供は、母を亡くした少女を指しており、そして4番と5番の歌詞は僕は少女に傘を貸してあげようとした子供のことだと推測できる。そして少女は嫉妬心、つまり憎しみを持ったまま不慮の事故で亡くなってしまったっていうね、なんかね、うん、ブルーなねお話ですけれどもね、雨降りにはその少女の怨念が宿っているのかもしれない。だとすれば怨念が宿った、まあ、詩、歌詞、言葉ね、ことの玉、言霊、ね、ことの魂、言葉には魂があると言われてますけど、言霊となって霊を呼び出す、まあ、一種のね、その何ですかね、何術っていうんですかね、それね、霊を呼び出すなんか術みたいなね、そういう風になったのかもしれませんですけどね。口ずさむと怪奇が起こる雨降り、つまり口ずさまなければ怪奇が起きないということだ。必ず心の中で口ずさんでほしい。さっき俺歌っちゃったで、大丈夫か俺。ただ興味本位で、こういったことをね、歌ったりする人もねいるかもしれませんけれどもね、やばいね、さっき歌っちゃった。一応何が起きても自己責任ということでっていうふうにね書いてありますけどね、怖いですね。さっき歌っちゃったじゃない、大丈夫なの。今日でも雨降ってないから大丈夫か。今のところ雨降ってないな、うん、雨降りの日に歌っちゃいけない、確か。危ね、雨降りの日に歌っちゃいけない、よかった。今確か雨降ってないと思うんだけど、やばいな、怪奇現象起こったら怖いよ、本当にどうしてくれんだよ。はい、さあ、もうね、だいぶ時間経ちました。9時半ですかね、いつも9時まで、ね、お話しするんですけど、あ、でもすごいね、今日どうした、ちょっと長めにやってるから180人閲覧の人来てくれましたよ。もうあと20人頑張る。ね、もうこうなったらもうちょっとね、心霊現象起きるかもしれんけど、ちょっと頑張ってもうちょっとこう話しますか。まあ雨の話でしょう。あと何かあるかな、雨以外何かあったかな、まあ地元のなんか怖いスポットとかさ、そういうのも結構ねあったりしますよね、街で。僕はあの今ね東京にねいますけれども、東京にもね怖い話結構ね実はあるんですよね。
昔よく小学校時代に流行った話で、ね、今の人はどうか知らないけど、昔あの口裂け女っていうね、本当になんか話がありましたけれども、知ってます？口裂け女口裂け女っていう人がねいたんですよね。本当にどこにいたんでしょうか。ちょっとこれ元々の語源っていうか何だろう、ちょっと調べてみよう。別に東京っていうわけじゃないのかな、これは。口裂け女、うん、怖い。あのまあほら、あのお口のパンパスやっとねしなくてもいいっていうなったじゃないですか。お口のパンパスつけてる人がね急に出てくるっていう、うん、あ、実は、岐阜市は1970年代後半に社会現象となった口裂け女の発祥の地とされており、これを利用した町おこしをする発想に至ったのである。本当かよ。そうなん、町おこしするかよ。口裂け女知ってますか、口裂け女。どんな話だったんでしょうか。ウィキペディアに書いた口裂け女すごい画像がすごい。水木しげるロードに、設置されている口裂け女のブロンズ像ってのすごいね。これちょ宇宙人じゃん、これ宇宙人。やばいやばい。まあ、どんな話かって言いますと、ストーリーなんかあるかな。なんか江戸時代にもいたみたいですね、口裂け女っていう人が江戸時代にもいたんだ。なんか映画もね あったね。2007年とか2002年、2007年、8年、2016年、すごいね。口裂け女 in LA、 すごい LA、 ハリウッド映画になってるのこれ、すごいですね。ちょっとストーリーなんかどういう話だったの。なんかある女優に似てるね、なんか美人の女の人らしいんですけど、特徴、目は狐、声は猫に似てるとも言う。お、可愛いじゃんね、ね、狐なんて今あの狐ダンスってあるけどね、声は猫だったらね、可愛いね。赤いベレー帽、赤い服を身につけ、赤いハイヒールを履いていたとも言う。お、全部赤づくしですか、赤ずきんちゃんみたいな。血の目立たない真っ赤な服を着ている、血の目立つ真っ白な服を着ているなど服装に関する噂も多い。どっちやねん、赤なんか白なんか紅白かよ、ね、なんか縁起いいじゃんね。東京都江戸川区では赤い傘を差しており、この傘で空を飛ぶという江戸川区 の口裂け女は空飛ぶらしいですよ。空を飛ぶって何か TOKIO かよ、 TOKIO ってね、沢田研二さんの歌ありますけど、口裂け女が空を飛ぶみたいな。違う、東京都王子では白いコートを着て白いブーツを履いているという。王子は白い格好で来るんですかね。東京都多摩川では、うーん、薄汚い格好とジャパン ジャパンという、ね、これジャパン、忍ジャパン意味わかんない意味わかんない、東京都八王子市や国分寺市では着物姿でサングラスをかけているという。なんかすごいね、着物姿でサングラスってちょっとな芸能人ですから。岡山県岡山市では片手にズラの何ズラの何て言うか、ズラじゃん、ズラじゃん、ツゲのツゲって、なんか上緑樹、
つげ、つげのなんか、何これ、串、つげの串を持っているという、あ、つげの串でこう髪の毛こうさー、ね、長いんです、髪の毛長いのさー、長い、何これ、出刃包丁、鎌なんかいろんな刃物を持っているとされて、ちょっとやばい人じゃん、それ刃物持ってる、それはちょっとやばい、警察呼ばない。人目の多い都会では隠し持つことができる、なんかそういったなんか、メスとかメス手術するの、すごい、そんなの持ってるの看護婦さんじゃないの、あのドクターしか持たないね、どっから盗んできたんだよ。田舎では出刃包丁や何斧など殺傷力の高い武器を好む意味わかんない、ちょっとそれを完全にちょっと危ない、テロリストや、テロリスト通行人に会った時の行動、耳まで裂けた口で通行人を食べてしまう人をどこかへ連れて去ってしまう、ちょっとやばいな、それやばい、それ完全にやばい、これは、はい、ヨーグルト食べると尋ねるヨーグルト食べる食べないと答えると自分が口裂け女に食べられる何それヨーグルト食べる、食べないって答えると口裂け女に食べられちゃうって、もう明らかに肩を叩く、迂闊に振り向くと切りつけられる、右肩を叩かれたら左、左肩を叩かれたら右に振り向くと避けられる何それそういうね、あの防御方法もあるね、右肩叩かれたら左、左肩叩かれたら耳振りが反対側振り向かなきゃいけない、ね、絶対顔見ちゃいけないってね、子供を引きずり回してじゃんけんをする、じゃんけんしてくれていいやん、まあね、引きずり回してってちょっとやばい、それはやばいけどじゃんけんする、いいね、なんか優しい、なんかお姉さんだけど中指を立てて、んお前ブスだなと、ん中指を立ててお前ブスだなと言えば怒って殺しに来るこれ怖い、ちょちょちょ、それはダメだよ、中指立てててやばい、それはもうダメだ、喧嘩売ってる、はい、怖いね、口裂け女怖いですね。よく現れる居場所、三軒茶屋や三宮など地名に三のつく場所に多く現れる三がついてるところに現れる三軒茶屋か、そうなんや、三宮、うん、そうなんや、体育館のステージの地下室に住み着いている体育館のステージステージってあのあれか、あの行動みたいなところのこと言うのかな、分かんない、地下室なんだ、ね、体育館、神社に寝泊まりしている、それただのなんかね、なんかね、あれですかね、なんかお家のない人じゃないですか、それそれじゃなくて神社に寝泊まりしている、学校の保健室にいる、いつもマスクをしている学校医が実は口裂け女そんなわけないよね、うん、そんなわけないよ、そんな、墓石の置き場所に現れる墓石置いてあるところに現れる、口裂け女の姉妹、口裂け女の姉妹って言ってあれだ、ね、お姉さんとかいるんだ、あの妹とか、実は口裂け女は3姉妹で全員口が裂けているあるいは口が両はん、あるいは口が、両側裂けているのは1人、片方だけ裂けているのが1人、残る1人はメイクで裂けているように見せかけているというバリエーションもある1人はあれメイクで裂けているように見せかけてるのに、なんで見せかける必要があるのそれ三姉妹、実は一人は避けてないんだけどメイクで避けてるように見せかけてるって出会った人が3人の中で誰が綺麗と聞かれ、一人を選ぶと他の2人に殺されるという場合もある怖いじゃん、どれ選んでもダメ、どの人選んでもダメじゃん、じゃん怖い怖い、もう口裂け女怖いね。3姉妹のうち口が裂けているのは本人のみ、かつ、ん、勝って3人揃って整形手術したが、末の、妹のみが失敗して口が裂け、整形に成功した姉2人を、羨んで
いるうちに精神羨んでるうちに精神に異常をきたし子供たちを脅すようになった。あ、なるほどね。整形スーツね、失敗したんだね。かわいそうですね。3姉妹が同時に交通事故に遭い、2人は死亡、1人は生き残ったものの事故で口が裂けた。あ、そういうあれもあるんですね。3姉妹のうち1人がみんな3姉妹なんだ。みんな3姉妹なんだね。かしまし娘みたいなね。3姉妹のうち1人が生まれつき口が裂けていたので、他の2人は同情し、1人は自分が口を裂き、もう1人は唇で口を大きく見せた。あ、さっきとちょっと似てますね。1人は本当は裂けてないんだけど、口でメイクでそういう口が裂けてるように見せかけてるっていうね。山口県下松市、山口県下松市では3姉妹の長女は整形手術に失敗、口が裂け、次女は交通事故で口が裂けた、三女は口が裂けておらず、嫉妬した、姉たちによって口を裂かれたと言われている。メイクじゃなくてこの口裂かれちゃった。何それ、兄弟喧嘩ダメだよ。二人姉妹という説も、二人姉妹であり、かつて姉が周囲からもてはやされ、妹は落ち込んでいた。母が妹を憐れみ、姉の口を挟みて裂いた。母がちょっと異常じゃない。母の方が異常やそれ、はい。口裂け女の、身体能力、高速で走ることができ、100メートル6秒12で走るともいう。すげえな。100メートル6秒12で相当速くない。すごい。オリンピック出た方がいい。空中に浮く。空中に浮く。すごいね。空中に浮けるんだ。すごい。でもそれだけでも稼げる。空中に浮く、ね。なんか昔そういう人いましたけど、空中にね、空中浮遊できる人、ね、いましたよね。なんかね、まあいいですけど。バリエーション、いろんなバリエーションがあって、二口女、頭の上にもう一つの大きな口を持つ、綺麗と答えた場合には、相手には、髪の毛をかき分けてその口を見せ、ブスというとこの口で食べられるという。江戸時代の、奇談集、これ本百物語などに登場する、妖怪にも二口女の名がある。都市伝説の二口女は妖怪の二口女に関連するものではなくて、あくまで口先女の亜種とされている。亜種ね、なんかいろいろね、分かれんね、あれみたいな、流行り病みたいなね、なんかなんとかなんとかみたいな、どんどん分かれていくみたいなんですけど、赤いマスクの女、これは韓国に登場する、この赤は血や性、なんかね、そういう象徴であるとされている、ね。マスクの男バージョンなんですかね。国分寺や八王子で噂された口裂け女の連れ。マスクの男、連れなんだ、連れいるんだ一応、口割れ女、口が割れてる。愛媛県、徳島県でいうバリエーション。愛媛では相手に美人ですかと尋ね、答えない相手を包丁で、丸々する。この話を聞いてしまったものと、ものの元には3日以内に口割れ女が現れる。やばいじゃん、やばいやばい。徳島では赤いセリカに乗って現れ、なんでセリカなんですかね、私の目綺麗と尋ねる。好きなものは、べっ甲飴ではなく地元名産の飴玉、このバリエーションは地元新聞社が口裂け女を、誤ってこの名称で報道したために発祥したと言われております。口裂け女からね、でもね、逃げる方法もあるから、ね、ちょっと覚えておきましょう。口裂け女がもし来た時には、次の方法でね対処してください。まず物による対処法、広く、ね、知られているのが、
ポマードとべっこう飴っていうのがありまして、ポマードポマードポマードもしくはポマード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 6回3回か6回、続けて唱えると女が、ね、これ女その場から逃げられる、ひるむんだって。なんか知らんけどポマード嫌いなんだ。これは過去に整形手術を受けた時の執刀医が大量のポマードをつけていて、その匂いが嫌いだからとされている。またポマードを投げつけたり、振りかけしたりして退散させる。手にポマードと書いて見せると退散できるとも言う。足の裏にポマードとか、ポマードと書く方法も伝わる。足の裏に書いて全然わかんないよね。それでもいいんだ。ただし一説ではポマードと唱えた場合に逆に怒らせてしまい丸々されてしまうか、口を、裂かれてしまうために注意が必要とも言われている。どっちやねん、どっちやねん、逆効果や、逆切れされる場合もある。はい、口裂け女だけ逆切れ逆裂け、違う。べっこう飴は口裂け女の好物であり、これを与えて夢中に舐めている隙に逃げられるというもの。この説は広く浸透し、当時のパソコンゲーム平安京エイリアンにも敵を止めるアイテムとしてべっこう飴が用いられていると、用いられるに至ったって。すごいね、平安京エイリアン。まあ、関東では逆に、口裂け女はべっこう飴が嫌いなので飴を投げつけると女がひるみ、その間に逃げることができるとも言う。千葉県の、これは何、我孫子市ではべっこう飴5個なら喜んで、コンペイトを5個なら逃げ出すとも言う。コンペイトは嫌いなんですかね、千葉のね、口裂け女さん。またべっこう飴ではなくてポンタン飴で撃退できるという。ポンタン飴、鹿児島の、ね、キャラメルみたいな形のね、飴。あ、最近熊本旅行に行ってきた人がいてね、ポンタン飴食べましたよ鹿児島とかあの辺のポンタン飴で撃退できるんだ。豆腐を見せると逃げ出す。豆腐、なんで豆腐なんですかね。逆に豆腐が好物というバージョンも、あったりします。どっちないんだ。福岡県では口裂け女はスペースインベーダーが好きで100円玉を投げつけると必死に拾おうとするので、その隙に逃げられる。スペースインベーダー流行期の福岡での噂。言葉による対処法。言葉でね、もし、口裂け女が来た時に言葉でね、どう対応するか、対処するか。ニンニクニンニクと唱えると助かるという。あ、そう、ニンニク、ニンニク嫌いなんだね。なんかドラキュラみたいですね。ハゲハゲと唱えるただの悪口じゃんそれ。手のひらに犬と書き、これを見せれば逃げるなんでやない犬犬が来た、犬が来たと言うと逃げ出す。何それ、意味が分かる。犬が嫌いなんだ、おばっきゅうかよおばっきゅうって昔漫画、昭和の漫画でおばっきゅうってのがあって犬が嫌いなんですよね。前日の先ほどちょっと話した二口女に対してはリキッドリキッドと唱えると助かる。さっきのポマードのなんか近いね、ポマードのなんか、逃げ場所、建物の2階より上に上がることができないので2階建て以上の建物に逃げ込む。2階以上になんで上がんないの、上がれない、意味わかんない、なんで。レコード店や化粧品店に逃げ込むと追ってこない化粧品はなんとなくさっきのね、リキッドとかなんかそういうのから、ポマードとかね、そういうのちょっと関連してるけど、レコード店って何でよくわかんない。基本の私綺麗の問いに対する対処法普通と曖昧な返事をして口裂け女が迷っている間に逃げる迷ってる間に逃げる何なんだ。1978年頃に京都で、ルフしたパターン、ね、
綺麗と答えて裂けた口を見せられてもなお綺麗ですよと言い続けると口裂け女が赤面するのでその隙に逃げる。そういう逃げ方もあるね。綺麗というよりも可愛い系と答えると助かる。可愛い系可愛い系って答えると口裂け女にとっては説得力があるがゆえにかなり喜ぶため。ああ可愛い系、やっぱ綺麗って言われると女の人ってやめる、可愛い系ですねって言われると喜ぶの。綺麗より可愛い系ですねって言われると ね口裂け女もね、普通のね女性の人と一緒なんですかね、分からんけど。見た目も綺麗だけど中身も綺麗ですと言うとありがとうございますあなたが好きですと礼儀、律儀に礼儀を言われて口裂け女がその場を去る。普通のあれじゃない、普通のいい人じゃないですか。ということでですね、ちょっと怖い話をお送りしました。口裂け女の話をお送りしました。あ、すごいよ、ちょっと199円来てくれてるじゃん。199だよ、199。なんかすごい、数字がなんか199ってちょっと怖くない ?199 人。だからみんな怖い話好きなんですか、なんかもともと1970年代後半にね、関西ローカルラジオヤングタウンで紹介されて、それ以降ね、いろいろね、目撃談などがですね投稿されたりとかしてね、噂が拡大化して、どんどん広まったっていう話がありますけれどもね、で学校の怪談とかね、テレビのね、ドラマありましたよね、学校の怪談。それでもまあそういった口裂け女を、ね、連想するということ、いろいろね、なんか抗議になったとかいう、そういうちょっとエピソードもありますけど、最近、2022年に発売されたゲーム、ゴーストワイヤー、ゴーストワイヤー東京との、口裂け女が登場するらしいです。そうね、最近のあれなんですかね、すごいですね。どういうあれだろう、ゴーストワイヤーってどういうの、どういうやつ、なんかあれですか、なんか世界でプレイ、ゴーストワイヤー東京の世界ではプレイヤーは謎の復讐者と手を組み、強力な能力の数々を習得しつつ未知との、対等し、大規模人体消失の裏に潜む真実を暴いて、なんかすごいあれだね、なんかミステリーチック なんかゲームやな、これなんか面白そうやな、ちょっとやってみようかな。ゴーストワイヤー東京、めっちゃかっこいい名前が、その中になんか口裂け女が登場するらしいです、はい、皆さんちょっとやってみて。知らんけど、はい、ということでね、今日はね、ちょっと延長しました、1時間ほどね、長くね、やりましたね。もう9時、50分ですね。そろそろ終わりますね。またちょっと怖い話とかもね、夏は、これからね、冬、梅雨のジメジメね、してね、嫌な、ね、季節になりましたけども、早くスカッとした、ね、夏がね、来てくれるとね、いいですよね。またギターの弾き語りもやります。ぜひ、ケリーのこのギター弾き語りルームね、フォローしてね。そしたらまたちょっと怖い話とかもやっていくね。怖い話みんな好きなんだね。じゃあ今日はね、この辺でね、お別れしましょう。残念ですけれどもね、また明日も時間あったらちょっと、やっていきたいね。ちょっとでもね、たくさんリスナーの人がね、増えてくれると嬉しいです。YouTube チャンネルのね、登録もね、ぜひね、お願いいたしますね。なかなかこういう都市伝説、もう昔のなんか定番の都市伝説もね、ちょっとこう、掘り
掘り出してっていうか、こうまたね、炙り出して炙り出すそういうのもね楽しいね。なんかもう口酒女なんてもう昔のねあれですけど、なんかそういうのもちょっと改めてねあれすると面白いです。さあケリーのギター弾き語りショールームね、どうでしたか。今日は怖い話ね結構、楽しんでいただけましたでしょうか。都市伝説とかね怖い話をまたねしていくからね、みんなよろしくね。じゃあちょっと最後名前読んでいくね、アーサラちゃんありがとう、トモさんありがとう、さくらさんありがとう、のりっこさんありがとう、キョロタありがとう、トウコさんありがとうございました。種集めバッタンありがとうございました。キキョウさんありがとうございます。いいことアルサさんありよろしく ね、ありがとう。キングさんもねありがとうございました。さあ皆さんもねまたもうね週末ね、土曜日ね夜遅くなりました。今宵ね今宵もね、のんびり楽しくね、あと残り、頑張のんびり過ごしましょう。何言ってんのか。はい、じゃあね、またね、バイバイ、ケリーでした。おやすみ。